まあ、そういった、まあ、激しい争いの中で今回の紅白戦にはこの山本、それから先ほど映りましたが小川、まあ、この2人が呼ばれています。まあ、この後ネーションズリーグも先ほどちょっと予定で出ましたがネーションズリーグがあって、まあ、その前後には合宿もやってそしてオリンピックに向かっていくという日本代表です。赤チームローテーション変えました。2と5が変わってるんじゃないかと思うんですけど大塚2番で福澤5番ですよね。多分そうですよね。そうですね、前に藤井と大塚並んでるんで、白チームは変わってないですね。高橋藍が2番ポジションセッターの次でその逆に高梨健太がいます。落ちてない、関田がつないだ、大竹頭に落とした。これああいうイージーボールをどれだけコントロールできるかっていうのが大事でしょうね。はい、やっぱり取れる上げていかないとね。そうですね、取れるボールですかね。うん、どうしようもないボールとコントロールできるボールっていうのがあると思うんで今回の場合はやっぱりそれは後者だったと思うんだね。うん、大塚が上げてそのまま入るクロス素晴らしいですね。はい、今のはいいです ね、 そうですね。まあ、B 入れてレフトだったんですけども B と同じような軌道でレフトまで持ってますから、はい、山内が振られてますもんね。レセプションもいいですもんね。はい、ちょっと勢いつけた藤井でも上げた高梨クイック。まあ、山内は C クイックも本当にいいものを持ってます。いやでも今のは高梨のファインプレーじゃないですか。そうですね、はい、藤井選手がもともと本来フローターサーブで打つところ今ハイブリッド打ってきたんで、はいはい、あれちょっと判断が遅れるとすごいレセプション難しくなってくるんですけどね。オーバーで大塚清水右、今の狙いどころとしては良かったんじゃないかなと思うんですけどサーブ。あ、今は良かったと思いますね。はいはい、ちょうど重なっているところに多分打ったと思うんで、はい、よく清水が対応しましたよね。そうですね、はい、清水の右で打つシーンの確率高いんですよね、決定率がね。確かにそうですね。うん、まあ、リーグ戦でもそうでしたからね。はい、で今赤チームの方はおそらくは、2と5は逆だよねってそのあたりの確認を今取ったんじゃないかと思う。藤井と福澤もう一つクイック見せました白チーム。今度は小野寺、高橋選手もこのレセプション入った後にしっかり攻撃参加するっていうのはいいですね。うん、はい、本当に体勢が崩れないでやっぱりしっかりこう攻撃までの形に持っていけるのでその意識は本当高いよね。高いですね。うん、クイックもうお互いに両セッターがこっちのクイックはどうだいって見せ合いになってます。さすがのコンビですねこの B クイックは。はい、まあ、藤井リーラインは、ね、もう鉄板ですから ね、 そうですね。小賀さんから見てこの藤井リーのラインっていうのはどうだったんですか相手としては。やっぱ嫌ですよね、分かってて求められないあ、ナイスパスです。しっかり決めています。今リベロの山本がしっかり仕事をやったわけですね。はい、高橋藍選手を狙ったんですけどやっぱり山本選手が取りに行って、はい、なのでだいぶリベロが駆け引きしているのでサーブはもう少し厳しいゾーンを打っていかないとダメですよ ね、 すね。この今リー選手が あ、 いうあそこまでやっぱ山本選手が取ってくると今度逆を打ったりとかできるんで、うん、近いクイック。いやこの第2セット序盤はクイック祭り、はい、でもいいですよこのクイックの本数が増えるということはいいことですね。はい、まあ、白チームはサーバーおそらくはずっと福澤を相変わらず狙ってるんだと思いますがまだそんなに崩れていません。そうですね、まあ、あのスパイクをどうこうというかもうレシーブの方に徹してるような感じがありますよね。はい、はいはい、前落ちてない、高橋藍が来た、大川がいた、小野寺クイック上げている、大塚上げてそのまま上、清水ブロック。いや結構今
見応えのあるラリーだったんですけど、小川よく上げたね、今おそらく藤井選手の上を狙われたと思うんで、はい、入る段階でそこに入ってましたね、やっぱり読んでたよね、はい、そこからのトランジッションで清水だったんですが小野寺、素晴らしいプレーでしたね今ね、はい、まあ、そういう瞬時の判断を今小川はやって、それをしっかり攻撃につなげたってことですね。そうですね、ちょっと変化つけた小野寺、ブロック、今のが一番理想な形ですよね、レセプションで崩して、はい、アウトサイドの状況にしてやっぱり高いブロックを2つ揃えると、うん、山本さん、ここあの福澤長いの狙えませんでした、今ちょっと下になっちゃったのかな、ちょっと落としてますよね、コースで勝負してるんでブロックの手の枠が収まってますよね、うん、山内で止まりました、はい、あれをあの指先狙えるんじゃないかなって、あのごめんなさい、外から見てると思ってしまうんですけど、あれストレートで切った方が決まりやすいですよ、あ関田がいたし、はい、いるし、ブロックあってもボール横回転かけておけば外出るので、はい、ネットインでエースを取りました小野寺大志、間に合いませんでした高橋健太郎、いわゆるですから今だとゾーン4のあたりまで落としてきました、この次ですよね、そうですね、どう打つかですね、今度は奥を狙いましたがアウト、これね、なんで反対が打つのかなってところなんですよね、そうですね、今おそらく小川選手が中に駆け引きしてきたんで、うん、その逆を打とうと思ったんじゃないですかね、うん、でも同じところでもいいと思うけどね、そうですね、もしかして福澤選手が結構中に入ってきたんでね、はい、うん、はい、さっきのシーンですけど、やっぱりサービス取った後にああいう形でやっぱサーブミスするのって一番楽ですもんね、そうだね、はい、守る側からするとそうですよね、はい、やっぱりもうこっち側にプレッシャーかかっている状況なので、はい、やっぱりプレーするっていうこと自体がプレッシャーなので、はい、本来であればサイドアウトっていい状況だと7割8割やっぱり決まるんでしょうけど、まあ、その可能性がやっぱりぐっと下がりますからね、やっぱり常にねジャブを入れていかないと、そうですね、ダメだよね、はい、ファーストテクニカルタイムアウトの第2セット、白チーム3点リードです、サービスエースを取って、まあ、1つブレイクできて、まあ、そこからどんどんブレイクして一気に離せれば大きいんですけれども、先ほど小野寺もう一つとはならず、まあ、サーブで崩せるかっていうのはまあ当然、まあ、この紅白戦の日本代表選手以上に、まあ、世界はあこんなボールも上げちゃうんだってレセプションサーブレシーブ上手い人たちいっぱいいますので、そういうサーブの駆け引きももっともっと上達できれば日本も面白いでしょうけどね、まあ、なんで本当世界で勝っていくためにはサーブでは世界ナンバーワンにならなきゃいけないですよね日本は、うん、それがジャンプサーブだけではなくって、まあ、山本さんおっしゃったようにいわゆるジャブの揺さぶりの部分でもってとこですね、はい、そうですね、もうスピードでは勝てないんですよ、そうそう、パワーではもう絶対負けてるんで、しっかりとしたコントロールと精度ですよね、うん、清水入れるか、入れた、清水のコースを消そうとしましたが福澤上げて、まあ、攻撃に入れずとも避けました、今のもサーブレシーブできっちりと山を作ったので、はい、あの福澤が逃げれる時間ができたんですよね、うん、高さがしっかりサーブレシーブでできてました、はい、あそこで無理にいわゆる A パスにこだわってしまうと逆にもう仕留められますよね、そうですね、またあの邪魔になって打てなくなるので、うん、高梨、高梨選手の先ほどもやっぱりリベロに打たれて打って山本選手が A パスして、で今回のプレーもやっぱりこれはちょっと工夫した方が良さそうですね、まだまだやっぱりそのリベロが真ん中で取るっていう機会がやっぱり多いんで、そこは十分に変えれる場面じゃないですかね、うん、エイス、いやいいとこ打ちましたね、いいですね、高橋藍のサービスエースです、この後のサーブにちょっと注目したいですね、はい、赤チームはもう十分プレッシャーかかってるんで、やっぱり6割7割でしっかりコントロールしてってもう十分かもしれないですね、うん、前でもいいしね、そうですね、真ん中ちょっと空いてるような状況の赤の
赤チームの方のコート内です。連続エース、さらにいいサーブでしたね。いいサーブだねいやいや、古賀さんの声聞こえてたかもしれませんね、もっといいのが打てます。で、福澤狙って崩し、大塚狙って崩し、まあ、タイムアウト今赤チーム取りましたが、この後ですよね、古賀さんも、また大事なのは。そうですね、どんどん点数離せれるチャンスだと思うんで、はい、リベロが真ん中にいる状況だとああいうボールもカバーできることもあるんですけど、はいはい、やっぱり今小川選手が一番の方、はい、そう、一番方向にいるんで、やっぱりどうしてもなかなかいけないんですよね、あそこまで行こうとも無理だからね。無理ですね、はい、まあ、修正かけるとしたら全体的にレフト側5番方向に動くかになってくるので、そうなってくるとその動きを見て逆方向にサーブを打つということも今後出てくるかもしれないですよね。おそらくそこまでレセプションが得意じゃない清水選手が今取らなきゃいけなくなるっていうので、うん、やっぱりそういうリスクもありますよね。そうだね。どうしますかね、赤チーム。清水もやるのか、あ、そこまでではないかもしれませんが、うん、3枚ですね、はい、先ほどと同じ形です。これネットじゃなければね、プレッシャーも少しかかったんですけど ね、もったいないですね今ね。何がもったいないって、やっぱりこうプレッシャーかかってる状況なんてね、うん、本当に。でなんとなくですけど、あのタイムアウトを取った後のサーブで意外とこうやってミスをするっての多い気がするんですけど、はい、ちょっと今もそういう形になりました。そうですね、レセプションするしてる側からすればものすごい楽ですけどね、はい、おお落ちてないないない。今藤井がよく上げてたっていう判定になってます。まあ足に当たってたんでしょうね、はい、よく上げました藤井。で清水から大塚、ワンタッチはここはありませんでした。で清水はやはりレフト残んないでライトに回る形、抜けたら誰が取ってたかなっていうので、リハクだったか大塚だったかってとこですが、ただねこれもネットなんですよね。そうですね、まあ、ネットを越したいけれども、だからといっていわゆる入れて消サーブだとダメ、はい、でもネットさえ越えれば、はい、インアウトの判断をしなきゃいけないですよね。そうですね、高橋藍、うん、このパイプ攻撃いいですね。いいよねこの攻撃ね。やっぱりあそこまでパス崩してもブロックが1枚になっている状況なので、まあ、高梨選手もサーブレシーブした後にしっかりと攻撃参加してますからね。そうですね、はい、赤チームからすればやっぱディフェンスを形成するのはものすごい難しいですよね今ね。難しいね。受け止めた大塚、福澤リバウンド、小川フォロー、さらに福澤ワンタッチ、縦クイック吸い込み、落ちてない、清水落ちてない、帰ってきたダイレクト、最後関田が押し込んでいます。いい粘りはしてるんですけどね、はいはい、ただやっぱここで勝負って時に少しやっぱスパイクを落としてしまってるんで、そうですね、はい、いいタッチになってますもんね、うん、で小野寺先ほど清水のところを止めに行った時にネット越しでちょっと顔当たったんじゃないかと思いますが、あの多分ボールがネットにも当たってたので、そうですね、そのままの勢いでガンって当たったんだと思いますけど、うん、ただプレーを続けています。大丈夫であってほしいです。お願いします。小川のレシーブはすごく良かったと思うんですけど、はい、ただ今のは単純にコンビミスですよね。そうですね、ちょっとトスが低かったですよね。そうですね、もう少し高くても良かったんじゃないか、はい、またあれはミスをしちゃいけないですよね、うん、なんとか返すね。そうですね、コートの真ん中に返すだけでもいいですから。福澤クロス、ワンタッチない、ちょっと淡白だね今ね。そうですね、ミスの連鎖がちょっと続いてますね、うん、ま
白チームがこれだけリード持ってセカンドテクニカルタイムアウト、まあ、大竹も強いの強いのの後に福澤の前にちょっと落としていくようなサーブに切り替えました。やはりああいう風に仕事させることによって徐々に心のプレッシャーを感じてくるので、はい、ミスも出やすくなるっていうところはありますよね。そうですね、流れのスポーツですもんね、うん、小野寺の目のあたり、まあ、鼻とかその辺の状況を確認しています。ミスと成功は紙一重のところありますからね。本当一瞬の判断ミスであったりとか、はい、一瞬こう躊躇した部分であったりとかっていうところがやっぱりミスにつながってきますよね、はい。まあ、ただねこういう試合だからこそ、はい、あのできるミスっていうのもあると思うんですよ ね、 そうですね。本当の試合だとできないところをこういうところでここで打ってみたらどういうふうなことが起きるんであろうとかっていう確かめる、ね、はい、ことも必要だと思うの で、 そ う、 で、ね、そういうミスであればいいとは思うんですよ、はい。その辺もしっかりと明確になってるかどうかですよね。今はまあベンチで小野寺の目の状況を確認して、まあ、少し水も入れたんだと思いますが、まあ、同級生でもある大竹が俺がやろうかって少し話をしてました。崩す清水は返したが山本が上げた4枚来るぞ小野寺。今のボールを返すのもやっぱ清水選手はリベロに返しちゃいけないですよね。あれはね、ダメだよね、はい、もうあそこで返したらもうスパイク練習だからね。そうですね、はい、リベロからセッターにセッターからミドルに行ってやっぱ一番たくさん練習してる攻撃ですもんね、うん。大竹のサーブのところで一気にブレイクしていく白チーム。いい、ね、リハクが拾うクイックリバウンド大塚フォロー清水、大竹入って山本つないだ打てるかな高梨返すワンタッチ高さ十分だクイックオーバー上げたよく上げたアウト。ノーブロックにはな、まあ、したのかなってたのかわざと手を引いたっていう感じですよね、はい、赤チームの方がタイムアウトを取ります。これナイスディグですね、うん、小川が上げてます、はい。まあ、でも昨日みたいな少しあのラリー中にバタバタするシーンというのは少し今日はないかな。そうですね、うん、10点差ついた赤チームの方がタイムアウト、まあ、こちら赤チームの方は今つまがりコーチが見ています。つまがりコーチは山本さんとは一緒にオリンピック戦った、まあ、そんな関係でもあります、はい。早いですね時が経つっていうのは。そうですね、もう12年前ですもんね、うん。まあ、そこを知っているのはこの2人、まあ、当然彼らもどんどん鍛錬を積んでますが、まあ、それに勝るとも劣らぬ下からの突き上げというのもあります。はい、大竹選手サーブいいですね。うまくコントロールしますよ ね、 バリエーションがあって強いサーブを打ったり前に打ったりと、はい、強いのもあるのは分かっているから前に出れないですね。そうですね、はい。まあ、福澤もですからちょっと深め。おお、チャンスボール関田どこだ高橋だ。もうちょっと白チームが理想的な戦いをずっとやっています。なのでこの辺りもやっぱサーブからの攻撃が生きているわけですよ ね、 そうですね。で、まあ、よく言えば本当あのボールはやっぱり山本選手が取ってほしいですね、はい。一声かければおそらく高梨選手はスパイクのアプローチだと思うんで、はい。福澤が一旦下がります。柳田が入りました。なんとか赤チームはまず一つ切らないといけません。上げたそのまま柳田を使うが高橋蘭がいた高梨健太。高橋選手ディグもいいですね。いやレシーブいいのよね。中学校までリベロ経験あるからね。打たれる瞬間しっかり止まってるんでね。だレシーブの守ってる位置がいいというか。そうです ね、 ね、はい。でまあ、最終的にはこの人入れなかったんですが、ただ上げて終わりじゃなくてすぐに立ち上がって次に備えようとしてました。その意識はそうですよね、はい。
ここで赤チームを1つ切りました。清水がクロスに決めています。今のも高橋選手読んで入ってますね。そうですね、はい。ここからまずは1つずつでも追い上げたいってのが、先ほどこの状況で山本選手が高橋選手のカバーに行ったので、このサーブがどうなるかしてみたいですね。はい、リハク高梨が上げています。クイックワンタッチ、リハクがフォロー、小野寺が前で拾う。いやい幅があるよねコースのね。でも白チームはちょっとサーブレシーブの時の、あの3枚の連携がしっかりとできてきてるんですね、はい、今のもおそらく山本選手が真ん中まで取りくるっていうのをリー選手が分かったので、うん、やっぱりどうしてもライン際に打ったんですけど、やっぱりちょっとサーブが弱くなっちゃいますよね。そうなると、そうね、はい、そうなるとやっぱりいいパスを返しやすくなりますよね。まあ、それがですから、まあ、ボールに触らずしてプレッシャーをかけていたっていうのが山本と、ね、はい、まあ、それから高梨、高橋藍のまあ、サーブレシーブのレセプション陣ってとこですね、はい、これで今高梨健太ライト側、山本は真ん中、高橋藍がレフト側。バカタックはもうリーグ戦から本当にこの人はいい数字を叩き出してました、はい、高梨健太。関田もねどんどん使ってますよね、このパイプ攻撃をね、スイングが速いですからね、高梨選手は。まあ、2番ポジションながら、まあ、5番に白岩だったり山田修造だったり、あとは山崎も入ったんですけど、その選手たち以上にこの人が点決めるっていうのが本当に多かった今シーズン、ね。まあ、多いのは5番 の、 この今柳田いるってところが結構決まる人多いんですけど、はい、ブロックアウトです。今のはうまかったですね。いいキャッチしましたね、はい、あの決められ方は一番ブロッカーとしたら心理的に嫌だよね。そうですね、はい、いやどういうことをできディフェンスもできるし、本当に何でもできるような状況ですけど、やっぱりボールが取れないっていうのは一番しんどいですね。一番しんどいね。ライト側は山本です。サーバー柳田、大強烈でも上がってる。お、真ん中だ。ナイスパスね。よく上げましたねこれ。そうですね、はい。さらにそこからパイプ攻撃使う関田選手もいい選択しましたね、まあ、大竹の助走のコースを今柳田はサーブで消そうとしていて、まあ、ちょっと今助走は大竹も遅れたんですけれども、真ん中から高梨健太クロス、こちらも清水の前を消す。お返しにならない。バックアタックは柳田も今シーズン非常に高い決定率を出してたんですが、ちょっとここはうまくいきません。いい形だったんですけどね、しかしサーブレシーブしてからそのまま入りましたからね。日本人選手でバックアタックの決定率トップだったのがこの柳田、2番目に堺ブレイザーズ樋口、3番目高梨、まあ、これが日本人だけで見るとって数字です。崩した。ちょっと淡白な試合になりましたね。まあ、それだけ第2セット、この白チームがまあやりたいことをしっかりやれて、それにまあ赤チームがうまく修正できなかったというのか、対応できなかったというのか、やはりサーブで揺さぶりをずっとかけてたので優位に展開できましたよね、うん、最後もサーブで崩してダイレクトですからね。そうですね、ちょっと昨日よりもショートサーブが多くなってる感じしますね。うまくだから駆け引きしますよ ね、 そうですね、はい、前後の出し入れね。まあ、第2セットは11対25で白チームが取りました。まあ、これでセットカウント上はまあ白チームの勝利というのは決まってるんですが、必ず3セット目もあるよというのがこの昨日今日の紅白戦でのルールです。3セット目必ずあります。せめて一つはっていうのがこちら赤チーム。まあ、大塚とともに高橋藍はまあ大学生ながら代表に、日本代表に呼ばれましたけれども、高橋藍がいいですね。いや今日非常にいいパフォーマンスですよね。まずサーブレシーブとレシーブ、またパイプ攻撃 も、 なんかもう迷いがないですよね、うん、これが良かった。まあ、先ほども古賀さんと山本さんのお二人がまあ入る位置がいい、守る位置がいいっていう話をされてましたけれども、はい、
打たれるしかしか止まってるんでやっぱりいいですよね。これ動きすぎると逆を突かれる傾向がやっぱりあるんで、はいはいはい、この後の攻撃参加がいいですね。行こうとするもん ね、 そうですね。最終的には高梨健太がレフト側にまっすぐストレートに決めていました、はい、これで上げてああよかったで終わりじゃなくって間に合わなくてもいいけどただ俺もいけるんだっていう姿勢を見せたっていうのが、そうですね、はい、そうすると次の関田選手の選択肢の一つになるでしょうし、ね、はい、まだ上がってこなければフォローまで行くっていう ね、 うねところができてますからね、はい、本当どのスキルも高いレベルでプレーできてますよね。本当高いよね、はい、国際大会は実はこの人は東京チャレンジ中国代表との試合ってのが初めてで、今日本体育大学の2年生、まあ、この後おそらくネーションズリーグにも、まあ、メンバーに入って、まあ、日本代表の大枠に入ってるんで行くと思いますが、そこで、まあ、より強い相手とやった時にどんな反応を見せるのか、まあ、より組織されたブロックであったり、まあ、その後のシステムだったり